お疲れ様ですのです、すの実はね猫ユーチューバーではないんですけどもカモとかツバメとかね鳥さん系のユーチューバーさんが何件か私のところにね相談に来ていただいたのとあと別の角度からリサーチしたところ動物系ユーチューバーがね一気に稼げなくなったっていう、まあ、そんなねことが分かってきました、えー、というのが繰り返しの多いコンテンツということで収益化が差し止められたりとかあとはね 録画ししたたももものののを何の編集ななく、く、工夫だだ流してるだけのコンテンテ、ね、まあそういうふうな2つの例があってこれどういうことかっていうとね以前は例えばツバメの巣をずっと撮影したのをライブ放送などでだだ流ししてるとファンが確かについてチャンネル登録増えたりとかして再生数が上がったりとかしてうまくいってたんですよ。でそれをただね視聴者さんを眺めるだけみたいなね。 で、そこに広告を出したい広告主がいるかって言ったらこれいないんですよね以前はねペットの保険とかドッグフードとかっていうのがついてたらしいんですけども全然それも結局広告主さんが効果が薄いってことで取り下げ始めてで YouTube もそこから広告収益が得れない以上広告分配ができないってことで動物系 YouTuber さんが軒並みねあの上にかかってる上地にかかってるっていうところなんですよで、せっっかく集まったファンの方も あのなんかコンテンツ配信というとこれはねなかなかお金を出しづらい方向性になっていたんで厳しいとで、えー、もしねそこに、うん、動物 YouTuber として配信している発信者そのものが出ている個性が見えてればいいんですけどもその個性がないからこそアクセスが取れていた動物系 YouTuber ですからもう八方塞がりらしいんですよまあ中でもね生き残る方法はあるんでしょうけども正面厳しいでしょうね 確かにね、あの、動物系 YouTube って、あの、工夫してた人はまだしも、テロップをつけたりとか、音楽をつけたり、編集をしたりとか、あれ、ストーリーを作ったりとかして、やってた人は別なんですけども、ただ、ダだだり、だだ流してやってた人って、一時期ね、楽して食えてたんですよ。だから今は、そういうのがダメっていう風になってきて、実際に、うん、楽取り YouTuber っていうらしいんですけども、楽にとって楽に流して、自分がほとんど手を加えてないっていうね。 ただそれで収益を得た人っていうのが1年ぐらい2年とか1年とか2年で飽和して広告料も最初からそんなに積み上げられてなかったんで再生数とチャンネル登録が伸びまくっただけというねうんなんかその身も蓋もない YouTuber っていうのがいるそうなんですよつまりチャンネル登録が50万人60万人いても広告収益ゼロとかね 再生数が50万回60万回いってても広告収益ゼロっていうふうなねものが突きつけられたりとか <laughs> そういう現実を目の当たりにして呆然とするね動物系 YouTuber がいるそうです、うんまあ、私たちこうやってねトークをだだ流してますけども 多分最後までこれは守られるんじゃないかなって気がしますしいざとなったらねこういう風うに顔さらして名前をさらしてる私たちはその人間として視聴者さんとつながってるんでなんとかなるんじゃないかなと思いますねうん、吉田さんのだからやってることっていうのはあの最初はねそんなんで大丈夫みたいに思われたかもしれないですけども王道になりつつあるってことじゃないかなと思いますすごいですね